のポップいないのってこんな寂しくなるんですか。ねえ、寂しい。5日間って長くね。長いよ。何曜日じゃん。何が5日間って土日、今日土曜日じゃん。水曜じゃなかったっけ。あぶねえな、何やってんの。土日、月か。かわすいでしょ。遠いじゃん。俺休み中いねえじゃねえか。何が迎えの時。あ、まあ一回仕事か。私は仕事だよ。仕事終わった後にわちゃーって感じ。深夜取りに行ってもいいのかな。いや、ダメだ。時間かかる。さっき面会時間とかあの付近だ。普通の営業時間と一緒だよ。あー、じゃあケチ休むんだ。いや、だから早退する。あ、いいと思うよ。事情話して。そりゃあ、だからなんか文句言われそうだなって陰で。いいじゃん、別に言わしなきゃいいじゃん。犬ごときでとか言われそう。いいじゃん、言わしなきゃ。何これ。入った。寂しいね。すげえ辛い。いや、あー今まで骨折れた。おー、いいね。パパさんがあんなチャリに乗っていくのもすごいね。あ、ママさんだった。寂しいね。ちょっとどころじゃないよ。いけるかな。次の信号赤なの。捕まるかな。次は。ここは次捕まると。ここがね、長いんですよ。ここ捕まるんですよ。意外にいけましたね。
前でこうやってなでてたんだぞ。いねえんだ。明日どうしようか。最短。なんか気紛らわしてないとなんか落ちちゃう。なんかポプいないとなんかつまんねえなって感じになってきちゃった。え、こんなにポプ重大だったんだね。全然お荷物っていう感じがこれっぽっちもなかったから、まあギャンギャンうるせえなってもあったけど、それもまたうざくはなかったけどね。後ろに行ってんのか。何が？警察車両。あ、警察車両いた？うん。若干寝落ちしちゃった。左曲がって、あ、曲がってった、曲がってった。火事？わかんない。めっちゃ警報鳴ってた。ビリ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 。鳴ってたね。うん。何の音だろうと思って。